ひたすら上を向いて登る。それってどういうことだろう。クライマー、まずは目指してみます。好きなことに一直線で。お寺さん行ったよ。たまに不器用だけど。ナイフ。なぜか目が離せない小寺さん。ボルダリングのことよくわかんないんだけどさ、頑張ってるみたいだし。なんか近藤君と初めて話したね。やっぱ小寺さんのことよく見てるよね。でも案外小寺さんのことわかってないんじゃないかな。小寺さんみたいにまだ何がしたいのかよくわからなくて。ボルダリングってさ、やってて褒められることってあるの？頑張れ小寺。何度も挑戦してやっと登れた時はやっぱり自分が嬉しい。俺やってみるよ。小寺さんを見てると自分も登らなきゃって。だから私もとにかく撮ってる。これ以上できないってぐらい挑戦してればみんな必ず言ってくれる。小寺さん頑張。これは何者でもなかった僕たちのかけがえのない青春。登る小寺さん。小寺さん、俺